お疲れ様です。お疲れ様です。ですね。はい。ちょっとアンチが来たんですよ。はい。はい。インスタの DM でアンチが来たんですよ。はい。普通に私の個人のやつで来て、すんげえなんか意味わからんことを一方的になんか言ってんですよ。2人おってアンチ送ってくるやつが。2人もいるんですか？そう。でマジ最初来たのは。はい、スクショで消したから、はい、ちょっとこれスクショで撮ってただけでも既読すらつけずに消してんけど、はい、なんか存在が不快です、動画に出ないでください、何を勘違いしてるんですか、気持ち悪い顔面でよく平気で出ますねあんたがおるおかげで動画つまらんわ、消えろよ、顔面見ろよ、気持ち悪い顔してっていうコメントっていうかメッセージ送ってきたやつがおって。女ですか？いや、でも男やと思う。男の名前っぽいから何やねんこいつと思って言い返しとるかなってほんまに思ったけど、はい、まあでもなんか言い返したらちょっとなんか反応しちゃったらちょっとあかんかなみたいな、もうツボ感はありますよね。そうだからもうこれはもう未読無視したるのが、まあ、一番そいつの精神にくるかなと思って「お前のコメントなんか興味ねえよ」みたいなぐらいの態度の方がいいかなと思って、とりあえずまあ消して、はい、そう消したんですよ、はい、そしたらまた別の人からもアンチ来て。はいはい、いやこいつもまあまあちょっとなんか意味わからんこと言って、はい、最近出過ぎてキモい、はい、ポケモンだろお前、ちょっと待ってください、バキュンじゃないですか今モラルのかけらもないですよ。いやほんまにマジで死ねやってもう送ってきてて、そうマジでもう小学生レベルのなんか悪口みたいな、えマジでやばいです、バキュンですね。いやもうマジでなんかもうこれもはやもうアンチでもないでしょみたいな、もうなんかもう面白すぎて、だからちょっと直接対決じゃないけどちょっと送ったろうかなと思って。はいマジですか？まあせっかくカメラも回ってるからちょっとね皆さんにそれの一部収支じゃないけどマジですか？はい。でも完璧こいつ絶対裏垢で、はい、フォロワー0人で投稿0、ああだからちょっとこいつに一回ちょっとメッセージ送ってみようかなと思います。あマジですか？マジではい。メッセージそいつだけですか？もう一個の未読無視してた方がそいつはメッセージ消して、はいそうメッセージ消したから開いたらもうそいつからのメッセージは消えてるけど、ちょっとそいつに落ち着いてみます。そうっすね。まあとりあえずちょっと今最近来た方のやつちょっとなんか喋ってみますね。いやまあなんか私の性格上、はい、なんか黙れうるさいわぐらい言いたいけど、まあ、それ言ったら多分同レベじゃないですか、そのアンチと、はい、だからもうちょっとなんかレベル高いこと言いたいじゃないけど、なんだろうな、もうこんな言い返しにして多分レベル同レベなんやろうけどむしろ低いんやろうけど、はいこんなことに時間費やすので資格の勉強しときな。あ、いいんじゃないですか？いいかな。イラッとしますね、なかなか。そう、ちょっとイラッとさせたい。ちょっと送信してみますね、はい、送信。今日土曜日ですか？そう、土曜日。そう、だから暇人かもね。こんなやつ絶対暇やんか。絶対ニートやん。だからさ、はい、まあ学生かもしれんけど、まあ多分ニートやん。学生ニートやん。はい、だから多分、割かしすぐ帰ってくれちゃうかなって思うけどな。はい。逆に私このメッセージ来て思ったのが、はい、フォローしてくれてる人らには申し訳ないんですけど、あんまりちょっと投稿しないじゃないですか。基本的にタイムラインに上がらないじゃないですか、私の投稿とか。なのに送ってきたんですよ。だからわざわざ探してポチって押して送ってきてるわけじゃないですか、はい、そうストーリーとか流ってきたらすぐにメッセージ送れるけど、はい、そうじゃないのにってシンプルに思ったから、それ言っていいかなわざわざ私のページ来てくれたんですねみたいな。正論ガチガチで攻めるっていうのはどうですか、そいつには。そういうことね、はい、そうやな。まずメッセージありがとうございますやな。ちょっとそいつをまず検索シーンとあかんから、ちょっとそう一回消しちゃったから、スクショでしか残ってないから、ちょっと一回検索動画が気に入らないのですか。あ、なんかさっきの人から来た最初に送ってた方。ああそうなんですか。あそう、こんなことに時間費やしてない資格の勉強しときなってこうやってこういうやつで送ったらうるせえブス喋るんじゃねえこれは喋ってるかもしれないですね。やばい。めっちゃ子供っぽいよこれ。なんて言おうかな。しゃべってねえ人が言うかな、打ってるだけじゃ喋ってねえ人が言ったのかな。それはやばいです。同レベルの入力中になってる。何打ってくんのやろ次。マジですか。入力中続いてくるんですかね。なんかなんか来るかもしれない。ちょっと待っときましょうか。これお前の住所特定したからな、覚えとけや。あ、全然こいつそういうの覚えとけやとか、確かに死ねやとか「や」つけますね。それが余計小学生っぽいですね。「や」つけるところが「さらしてみるや」とか言ってみようかな。無視してんじゃねえよ、やってみるよ。ウケる。マジで小学生脅しでしょうかとかいいかな、丁寧な言葉。そうですね、脅しでしょうか。ちょっとこれを見ますね。脅しでしょうか、なんかああそのくらいの方がいいですかね。オンライン中やから多分相当もう既読ついた。いやちょっとさっきのやつよりもちょっとこいつとの対決をちょっと頑張った方がいいかもしれん。そうですね、うん、多分すぐにあ入力中や。マジですか。うん、だからシャーペンじゃねえってポケモン、あシャーペンじゃねえってなんて言ってるのかなと思ったら、シャベンじゃねえってタップミス。あ入力中いいかよ。やばい、こいつマジでやばい。やばくないですか。てか小学生やんって入力中。またなんかこいつどうとしてる。マジですか。またなんかあ脅しとかじゃなくてマジで動画出てほしくないんだって。ほうはあ、動画は見てるんですよね。うん、多分見てるよな。見てるから動画出てほしくないっていう感想が出てきたわけやもんな。なら最初から動画出てほしくないと言えばいいのではないでしょうかみたいな。言えばいいのではないでしょうか。家住所特定したからな、覚えとけやは十分脅しになると思いますが、ああなるほどね。ちょっとオンライン中やけどこいつ既読つかへんな。うん、ちょっと待ってくれ。オンライン中やから多分そのうち今なんか別のやつに多分悪口を言ってると思うけど忙しいっすかね。そう悪口ね、忙しいんやわ。だからうん、既読ついた。着きました。着きました。さあなんで来るのかな。ちょっと珍しく時間かかってるからちょっとあれですかね。やっぱり言い返せなくなってきたんですかね。アンチも続きのあいつもう一人の方。あ確かにもう一人の方ちょっともう一回いじくり倒してみようか。はい。来た。来ました。黙れ脅しじゃない。いや脅しやろ。まあでもここで「いや脅しだから」って言っても多分あんまり話通じなさそうやから、もうちょっと違う言葉で返したいですね。電話してみます。あ電話してみます。こいつに確かに電話してみようか。ちょっと一回面白さに電話してみますね。こっち発信中。あやばいやばい、顔映る。ちょっと恥ずかしい顔映るのは。これテレビでビデオ通話なんでほらなんかこんな感じでほらビデオ通話じゃないの意味な。画面とか応答なしになった。応答なし。うん。出なかったですか。出なかった。かけ直してみよう。絶対出るこいつ。オンラインはビデオチャットが終了しました。これ切られたってこと？見せてください。いやなんかちょっともう画面なくなったんですけど、なんかかけたらすぐにパッてビデオチャットがなんか終了しましたみたいなで切られたのかな。ちょっとよくわからんけど。ブロックとか。ブロックされたん。え、なんこれ。こいつ赤消したんちゃん。ユーザーが見つかりませんみたいな感じになった。マジですね。え？消えた？え？マジこれでメッセージ送ったらなんか消えた？消えたって送ってみよう。既読つかないですね。やつか。マジですか。逃げられたかもしれないですね。アカウント消したかブロックとかしたらどうなるのかちょっとよくわからんけど、はい、うん、ユーザー見つかりませんだけどオンライン中になってて、はい、結構そうですね。まあ塗り替え道場とかでもアンチはちょいちょいあるよな。ちょいちょいありますね。全部消してるけどさ、はい、なんか消してるにもかかわらずなんか一生懸命長文のアンチを打ってくる人とかおるよな。ほんまになんかわざわざ時間かけて打って、はい、でさっきもそのインスタのやつとかも、はい、私投稿も何もしてないのにわざわざページに訪れてさ文章を考えて書いてくれてるってさ、はい、もう愛でしかないと思ってんねんけど勝手に。なんか時間の使い方はまあ人それぞれだと思いますけど、なんかそれをわざわざ人を傷つけるために使うのってちょっとなんか違うのかなとは思いますけどね。でなんか傷つけるって言ってもなんかほんまになんかちょっとよくわからん感じやん。最近個人チャンネル始めたけどそれにも低評価つけてる人おるから、はい、なんかあれマジで、まあ、見てない人見てもらえたらいいんですけど、そんなアンチばくようなこと喋ってないっていうか、はい、まあ別にアンチは多分誰でもいいんだろうけど、はい、なんかなんやろな、そんな登録者1000人の底辺 YouTuber にもアンチするんだって感じ、はい、まあでも私的にはあれですけどね、なんか低評価とか高評価とか何かしらアクションを起こしてくれるっていうのは嬉しいっていうか、まあまあそうですね。だって、まあ、自分の上げた動画がさ、はい、もう再生がさ5とかしかされなくてさ、はい、もうバットも高評価もつかないってまあまあ悲しいと思うけどな。そうです。バットつくだけでも誰かが見て評価してくれてるっていうのはまあ、まあ嬉しいことだと思うんで、まあ、別につけたい勝手につけたいと思いますよバットも。まあ他にも動画上げるつもりなんで、まあ高評価をバッとなんかつけてほしくないですけど高評価つけてほしいと思いますけどね。はい、はい、では今日はインスタの DM で来たアンチに、はい、まあちょっと返信してみたみたいな直接対決。今後しないですよね返信なんて。いやもうしないですよ。しないからまず今回ま企画でたまたまちょっと初めてアンチが来たからちょっと私もテンション上がっちゃってこういう動画撮っちゃったんですけど、はい、で返信しないんでアンチには、はい、だから別にアンチ来たらもう既読すらつけずに消してるんで基本、はい、別に送らないでくださいね返事欲しさとか電話欲しさに別にしないん で、ねはい、だったら普通に応援メッセージとかストーリーになんかアクションつけてくれる方が絶対私は見るんで既読もつけるんで、はい、はい、なのでアンチはしてこないでねファンの人も。はい求人道場とあと外壁塗装のマッチングサイトの方もやってますので、なんか外壁塗装のマッチングサイトの方全国の人が登録できるようになったみたいなんで、前までなんか東京の方と名古屋とかしか登録できなかったらしいんですけど全国で使えるようになるみたいなんで、是非それで外壁塗装を成功させてください。はいではチャンネル登録とはい、グッドボタン、まあ、これグッドつけるような内容なんかよくわからんけど、はい、よろしくお願いします、はい、また見てね。